皆さんこんにちは。ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。聞く読書、今回は Amazon Audible で聞けるおすすめミステリー3作品紹介します。 Amazon Audible とミステリー文学の本棚のコラボ企画です。オーディオブックね、興味はあるけど実は利用したことないよという方もいらっしゃると思いますので、今回はおすすめ作品を紹介しながら実際に Amazon Audible を使用してみた感想やおすすめ利用シーンなど合わせてお伝えしていきます。はい、というわけで、そもそも Amazon Audible って何っていう方もいらっしゃると思いますので、まず簡単にサービスの説明をします。僕も結構普段から思っていることなんですけど、今よりももっとたくさん本が読めたらいいのになって思うことありませんか？積読はもちろんあるし、これから刊行される本も気になるし、ということで日頃から読書量を増やしていきたいなと、最近はね特に強く感じていて、 Amazon Audible はプロのナレーターが朗読した本をアプリで聞けるサービスです。移動中とか作業中とか、いつでもどこでもその本を聞くことができて、ちなみにオフライン再生も可能です。Amazon Audible 会員になると月1500円で、値段に関わらず好きな本をまず1冊、そして Amazon Audible 厳選のボーナスタイトルをもう1冊、合計2冊のオーディオブックを楽しむことができます。さらにこの2冊のオーディオブックに加えて、経済、お笑い、ヨガみたいな感じで、本当にいろんなテーマのポッドキャストも聞き放題で楽しめます。通勤とかそういった移動中だったり、家事とかねする時とかだったり、手はいろいろやって塞がってるけど耳は開いてるよみたいな状況って結構あると思ってて、耳さえ開いていれば読書ができるっていうのはすごくいいなって思います。どうにかしてこうね、ちょっとでも多く読みたいなと思ってるブックチューバー的にもすごく嬉しいサービスだなと思います。 Amazon Audible どんなタイトルが扱われているか知らないよっていう方に一番最初にお伝えしたいことがあります。オーディオブックっていうとビジネス書とか自己啓発書っていうのを思い浮かべる方結構いらっしゃるんじゃないのかなって思うんですけど、ミステリー小説のカテゴリーもしっかりあるんですよね。で、今回は実際にタイトルを購入している様子を撮影しておりますので、まずねそちらの映像をご覧いただければなと思います。はい、早速選んでみようと思います。ザリガニの鳴くところとかありますね。あ、今ね話題の3体とかもありますね。あ、流浪の月ね、流浪の月もあります。あー、すごい出てくる。アガサクリスティもねありますね。あ、北欧ミステリーのミレニアムとかもね。江戸川乱歩、ブルーローズは眠らない。うわ、あ、コナンドイル、いや、シャーロックホームズもある。あー、なんか一回読んだ作品とかも気になってくるっていうね。ダメだ、これはもう選びきれない選びきれないやつだ。ちょっと人気タイトルでやってみよう。なるほど、すごいなんか、あー、人気そうなタイトルが並んでますね。はい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 。こんなにあるんだ。あ、ダン・ブラウン、今村正弘さん、詩人層の殺人、これいいかもしれない。ちょっと今この短い時間では全く選びそうにないので、いろいろ聞いてみて、でおすすめの作品をね紹介していこうと、セレクトしていこうと思います。はい、少しの間ねはしゃいでる様子だったり悩んでる様子の映像が流れたと思います。今のが自分の好きなタイトルをこう選んでいくっていうやつだったんですけど、 Amazon Audible が厳選したボーナスタイトルというのがあって、今のボーナスタイトルは今野敏さんの丸暴走感になっています。すごく特殊な例かもしれないんですけど、読むジャンルとか読むね作品みたいなのがものすごく偏りがちなので、新たなね一冊との出会いをねこう提供してくれるのはすごく嬉しいなって思いました。で、もう一つポッドキャストのご紹介もしたくて、これ実はね今回使ってみるまで全然知らなかった、その存在に気づいてなかったものでした。で、ポッドキャストはね聞き放題なので、まあいろんなタイトルをね聞くことができるんですけど、その中でもすごく気になったのがオーディブルオリジナルのアレクシー2120という作品です。で、それがねすごく気になって聞いてみたんですけど、まずオーディブルオリジナルなんていうものがあるんだっていうのにすごく驚いて衝撃を受けました。ちなみに今紹介したアレクシー2120は進撃の巨人のエレン役のあの梶裕貴さんも参加していらっしゃるというね、ナレーター陣がとにかく豪華なんですよ。ドラマラジオみたいな感じで、映像はないんですけどすごい臨場感たっぷりにその物語の世界に入ることができるみたいな。あ、今ポッドキャストってこんなことになってるんだっていうね、本当に
衝撃的でした。はい、というわけでここからはいよいよおすすめのミステリー小説3作品紹介していきます。で、今回実は今日紹介する3作品を含め全部でね10作品聞いてみました。その10作品聞いた中から特に良かった3作品をね今回紹介していきます。個人的なねこだわりポイントとしては朗読の聞き心地ですね。やっぱりね耳から聞くということで聞き心地重視でセレクトしてみました。というわけでまず1作目の作品は今村雅弘さん詩人層の達人です。これは紙の本なんですけど今回はねオーディオブックということでいやーすごかったですね。そうこちらの作品はもう〇〇の殺人みたいな感じでもうタイトルからしてね本格ミステリーバリバリだよっていう雰囲気が伝わると思うんですけど実際に読んでみると文体はねすごくライトに書かれてるんですよね。こうライトノベルっぽさも感じるような作品でもあったりしてそう実はねその作品なんです。朗読で聞くとこの明智さんとこの羽村くんの掛け合いみたいなのが結構あるんですけどその面白さが倍増してました。結構コミカルな心理描写とか心情描写も多いのですごくねオーディオブック向きだなと思った作品でした。途中からね結構激しめの展開になるので悲鳴が上がったりね叫んだりみたいな展開もあるんですけどそういったね作品世界をこう臨場感たっぷりにナレーターの方がね朗読しているのでその世界により入っていけるっていうようなそんなね読書ができると思います。続いて2作目は新藤純情さん宝島です。こちらの作品実は未読作でなんとなくタイトルは知ってるな程度だったんですけどサンプルを聞いてみたらなんと沖縄の方言でナレーションされていてその朗読の聞き心地がすごく良かったのでもうねすぐ飛びつきました。でそこからどんな作品なのかなっていうのを調べてみたんですけど第160回直木賞受賞作でもありしかも2019年版のこのミステリーがすごい国内編第5位にもねランクインしてるっていうそんな作品でミステリーなんだと思ってなんかね面白そうだなと思ってこちらもね購入しました。そうでこれまでね読書してて思ってたことで方言とか登場した時になんとなくイメージしにくい方言ってあると思うんですよね。結構あるあるだなって思ってたんですけど今回は本当に沖縄だなっていう感じのね朗読になっていて本当に耳から聞くそのオーディオブックっていう形態ならではの楽しみ方だなと思いました。戦後沖縄を舞台に描かれる物語なんですけどそんな時代のことも知らなかったしとてもね個人的にも好きなジャンルの話だなと思って全部で18時間ぐらいあるタイトルなんですけど今からね全部聞くのが楽しみです。というわけでラスト3作目の作品はディーリア・オーエンズザリガニの泣くところです。こちらの作品は今年の本屋大賞翻訳部門大賞受賞作になっているし実は今回紹介する3作品の中で一番おすすめしたい作品です。とナレーターの方がね声優の池澤春奈さんなんですけどもうね朗読がとにかくすごいです。これまで紹介してきた作品もそうなんですけど登場人物軽く10人以上はね出てくるような作品でそのそれぞれの役を一人でやられてるんですよね。もちろんね男性の登場人物もいる。その年齢もねすごい幅広いね登場人物が登場する中でしっかりとね役を演じ分けられているんですよ。もう素人なので全然わからないんですけど多分微妙な違いがあって違うなっていうのはわかるんですよ。聞いてて一度以前読んでいる作品なんですけどその物語の序盤で主人公のねお兄さんが家を出て行ってしまうっていうシーンがあってなんかねもう切なすぎてちょっと泣きそうになってしまうっていうねはいそんなこともありました。紙の読書はねこんな感じで読むので文字情報としてこう入ってくるっていうのがあるんですけど朗読なのでその声で耳に直接入ってくるので紙の本で読む時よりもより感情移入しやすくなってるなっていうのをね感じました。紙の本とはね全然違った読書体験になっててすごく面白かったです。そんな感じでね3作品今バーって紹介したんですけどどの作品も朗読されてる方のクオリティがすごく高いのでものすごくこう褒めちぎりたいとかそういうことではないんですけど一度読んだ物語でもその世界にすごくね引き込まれるっていうようなね感じになりました。今回紹介した3作品はどれもナレーターの方がね一人でやられていて登場人物のね役を演じ分けられていて Amazon Audible のそのねオーディオブックならではの楽しみ方だなと思いました。はい、というわけでここからは Amazon Audible のおすすめ利用シーンをねお伝えしていきます。まあ、実際に試してみて良かったなって思うものはね何個かピックアップしていきたいんですけどそうまずオーソドックスな使い方として日中買い物に行く時みたいなそういう移動中とか料理とかそういったね家事の最中に試してみました。それで実際やってみたらそう物理的に本を持つことからの解放そのメリットをねすごく感じました。こうやってね普通に本を持ってね読書するっていうのは個人的にはすごく好きなんですけどそれだ
とね手が空いてる時しか読書ができないっていう風になってしまうので、それがねかなり大きかったですね。今の状況とかだと家で過ごす時間が増えて家事をする時間が増えてるっていう人も結構多いんじゃないのかなって思います。家事の時間は結構隙間時間かなって思ってたんですけど、実際やってみると結構ね家事やってる時間思ってたよりも長かったので、結構長い間ね聞くことができました。はい、続いて個人的にね激推ししたい利用シーンが家庭菜園などの庭仕事中です。これはねものすごく、まあ、特殊な例かもしれないんですけど、今ね田舎に住んでて、まあ、家とかもね結構古かったりするんですけど、家庭菜園やっていて、でそのね庭仕事との相性がめちゃくちゃ良かったです。草刈りをしたり、まあ、石を拾ったりってこう頭を使わずにやってる手仕事なので、そのマルチタスクになっても全然支障がないというか、テレワークで地方移住とかした人って家庭菜園とかやってるよっていう方も増えてるんじゃないのかなと思って、家庭菜園とかじゃなくても全然いいんですけど、もう農家の方で本格的にね農作業をしているよっていう方も、一人でこう黙々と作業する系の仕事をされてる方とか、すごくねそういう時に向いてるなって思いました。で実際にねあ使えるって思って驚いたのが、なんとなくね SNS を眺めてる時です。そう、夜ご飯食べた後とか結構なんとなくねこう SNS 見るみたいな時間結構多いんですけど、その時にバックグラウンド再生ができるので Twitter を見ながらね試してみたんですよね。そしたらちゃんと内容が頭に入ってきました。もしかしたらね一度読んだ作品だったからかもしれないんですけど、そんな時間もね読書できるタイミングだったんだなっていうのが分かってちょっと驚きました。最後はこう入浴中とか、あと寝る前ですね。寝る前はスリープタイマー機能があるので、それを利用して、まあ、15分ぐらいに設定して利用してました。で30分ぐらいのタイマーにするともう寝落ちしてしまうので、結局また巻き戻して聞かなきゃいけないみたいなのがあったので、15分ぐらいがね個人的にはぴったりでした。スリープタイマー機能だとショーの終わりまでみたいな設定もできるので、そういった聞き方もうまく組み合わせると、ほんと寝る直前まで読書できるっていうのもねできると思います。やっぱり入浴中も寝る前もかなりこうリラックスしてる状態なので、頭にねスッとこう物語が入ってくる感じがとても良かったです。続いて実際に使用して感じた、まあ、具体的な魅力であったり、こんな人におすすめしたいみたいなお話をねしていきます。今回使ってみて感じたその具体的な魅力としては、やっぱりこう無理なく読書量を増やすことができたということです。実際に使うときはスマホアプリをね起動して再生するだけなので、ものすごく手軽にスッとね読書を始めることができるし、もともとね隙間時間として存在してたところにスッスッって差し込んでいくだけなので、新たに Amazon Audible の時間を確保しなきゃいけないっていうことじゃなかったので、本当ね無理なく読書量を増やしたっていうのが良かったです。で続いてこんな人にねぜひおすすめしたいというねお話です。一つ目が、再読したい作品があるけどなかなかできないという人。これはねどの作品読もうかなってこう選んでる時に気がついたんですけど、一回読んでいて再読したいなと思ってた作品をね中心に選んでたんですよね。まあ時間経つと内容忘れちゃうっていうのもあって、もう普段から再読したいな、でも再読する時間ないなっていうね悩みをね抱えてたんですよ。で今回はその詩人像の達人とかザリガニの泣くところとか、もう本当にね再読したいなと思ってた物語をもう一度こう聞くことができたのですごく良かったです。なので Amazon Audible 始めるときにどの作品読んだらいいか分かんないよっていう方は、自分の好きな作品とか過去読んでね面白かった作品をまず探すことをお勧めします。2つ目が、素敵な朗読で読書を楽しみたい方。一度読んだ作品でもナレーターの方の朗読が本当にすごいので、一つの作品がこうあって別の角度からなんか二度楽しめたような感じです。紙の本とはまた違った読書体験をすることができました。で3つ目が、目の負担を軽減しつつ読書を楽しみたい方。そう、僕個人のね話になってしまうんですけど、パソコンで編集作業をねする時間がどうしても多くて、その作業が終わった後に読書みたいな感じだったので、目を一日中酷使しているような状況なんですよね。なんだったら食事中とかも YouTube 見たりとかしてるので、目の負担を減らしつつ読書できるっていうのは本当に嬉しいなって思いました。続いて4つ目は、庭仕事や農作業をする人。これはね特殊な例かもなんですけど、個人的にはね一番おすすめしたいです。農作業に限らずなんですけど、手は空いてないけど耳は空いてるよみたいな感じで黙々と作業をされている方はかなりの読書時間を確保することができると思います。最後5つ目、語学学習をしたい方。いきなりね語学学習とか言っちゃうんですけど、意外と相性いいなと思ったのが Amazon Audible を利用した語学学習です。海外ミステリーが好きだよっていう方は、まあね、分かってくださる方もいるかなって思うんですけど、英語を勉強して、でいつかね洋書にチャレンジしてみたいよっていう方もいらっしゃると思います。そう、結構いると思うんですよね。動画の中でも何回か言ってきたと思うんですけど、英語ができるようになって洋書が読めるようになれば、翻訳前の作品とかもね読めたりとかできるわけで、いや本当にね憧れはあるんですけど、まあだからといってね
なりこんな感じのね、要所ね、結構分厚いし、チャレンジするとかなり辛いので、高確率でね、挫折してしまうと思います。そんな感じで、いきなり要所チャレンジだとかなりきついと思うんですけど、音声をこうリスニング的に聞きながら、この原文をね、なぞるっていうのはね、かなり読みにくさが改善されるので、本当におすすめです。Amazon Audible は要所のタイトル、やっぱりね、かなり充実しているので、好きなね、海外ミステリーの作品ある方は、ぜひね、その作品探してみてほしいです。あとはね、すごく細かいんですけど、すごく嬉しかった機能があって、倍速設定がものすごく細かく設定可能です。倍速の設定なんですけど、これすごくて、すごい細かくその速度設定ができます。いや、これすごいですね。等倍速の他に、なんか 1.25、1.5、1.75 みたいな感じで、0.25 刻みかなって、YouTube 的な感覚だと、そんな風に予想していたんですけど、これ 0.1 倍速単位で設定できます。だから1の次は 1.1。で 1.2、1.3 みたいな感じで、すごい小刻みに設定できます。ちなみに一番上限は 3.5 倍速ですね。1刻みで増えてって 3.5 まで設定できます。あとね、ちょっと早いよっていう人のために 0.5 倍速、半分の速度まで 0.1 刻みでね、遅くすることもできます。すごい。これはすごいですね。あとはブックマーク機能もあります。で、これもね、全然知らなかった機能で、さらにメモ機能もね、あるんですよね。ブックマークしたいところで、ブックマークボタンをタップするだけで、ブックマーク可能で、またそこに対してメモもね、書き添えることができるっていうことで、もしかしたらね、頻繁には使わないかもなんですけど、読書中に結構メモ取りたいっていうこともあるので、そういう時にね、パッて使えるかもと思って、この機能もね、すごく嬉しかったです。で、ここまではね、本当にね、メリットの話しかしてこなかったんだけど、最後にね、こうなったらもっと良くなるのに、なっていう話をねさせていただくと、ミステリー小説のタイトル数がもっとね充実してくれたらいいなと思いました。今回ね購入する作品を選んでいる時に、こんな作品もあるんだっていう驚きはすごくたくさんねあったんですけど、最近のね年末ミステリーランキングの上位作だったり、好きなね海外ミステリーの作品とかだったり、これも聞きたいってなった作品結構あったんですけど、そういったね作品がまだありませんでした。オーディオブック一冊を作るのに、どれだけの苦労があるのかっていうね、その大変さみたいなのって一冊聞いただけでもうわかるんですけど、紙の本だけではなくて、その聞く読書っていう読書スタイルがもっともっと盛り上がっていって、で最近の話題作から定番名作までもうどの作品もあるよねみたいな感じで、はい、こんな感じでね、Amazon Audible についてたくさん紹介してきたわけですけれども、実はというか、Amazon Audible 無料体験することができます。今回ね、この動画を見て、この作品気になるってね、思ってくださった方は、ぜひですね、その無料体験期間を利用して、いろんな作品ね、探してみてほしいです。ぜひね、動画概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、というわけで今回は Amazon Audible で聴けるおすすめミステリー3作品紹介してみました。普段は紙の本での読書、あとは電子書籍みたいな読書だったんですけど、今回 Amazon Audible を使ってみて、新たなこう隙間時間で読書量を増やすことができて、いや本当にね良かったです。今回紹介した作品の中でこの作品気になるといった作品や、 Amazon Audible の中だったらこのミステリー作品もおすすめだよなどなどですね、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。